自敗がめちゃめちゃ多いね。さあ、ペー抜いて。さあ、ペー抜いて、まあどうですか、ペー抜いたんで、まあ第三弦のみですかね、第三弦のみ狙いなのか、まあはたまたま普通に、普通に本一の可能性もあるけどね。普通に本一の可能性もありますが、まあどうでしょうかと、まあ手なり。まあ、白ね、白勘するのかどうか。どうでしょう、まあ、勘しないね。勘しない。白勘しない。勘した方がいいと思いますけどね、もうここまで来たらね。ああ、さあ、勘入りまして。さあ、ここで勘入りました。ああ、よいしょ、よいしょ。さあ、チュン引いて、これはそうですね、数アンコウ短期、または、第三元数が、ああ、テンポ、あれさ、一応、三品、三品で、ああ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 、さあ、崩しまして、取れたけど崩しまして、さあ、どうでしょう、これで、第三元数、ツイスト、ああ、リーチありまして、さあ、ウッパーソーでリーチ。ウッパーソイッチ、そこそこ、あ、妥協して、第三元の脳みスワンコの感じになりまして。まあ、リーチが入っちゃったね。あ、下茶からリーチが入っちゃったんで、ここはちょっと妥協して、まあね、まあまあ、スワンコ第三元の構え、おい。まあ、これはしゃあないかな。まあ、やっぱりね、下茶からリーチが入ってきちゃってるから、金のは大戦なんでね。まあ、やっぱり高み目指したかったけど、ここは第三元スワンコで、まあ、妥協ですかね。ピンズが若干多いけど、まあ、そうですね。まあ、ピンズ、まあ、ピンズが多いかな。まあ、でも、王座の間なんでね。これ、王座の間なんで、まあ、そんなに無理はしないとは思いますね。こっからなんか、そうですね。この状態から部長としていって、染めて、とかはしないと思いますね。さすがにね。うん。さあ、そしたら、そうですね。まあ、ジャントは、まあ、ソースの形がね、まあ、あんま良くないの。はい。さあ、E ピン、9ピンがね。うん、E ピン、9ピン、リャンピン。さあ、イーピン、キューピン、リャンピン引きまして、ウーピン引きまして、さあ、テンパイ。さあ、テンパイします。あと、パーピンで、テンパイ。ああ、そのポンで、そのポンでござって。さあ、そのポンでござって、トイビも強いけどね。トイビもそこそこかなりいいですよ。ござった。ああ、これ責任払いやね。さすがに。やっぱりね、そういう舐めたポンすると、やっぱ純正中連ね、宝珠とかになっちゃうんですよね。はい、王座の間。王座の間だろうが、どこの間だろうが、天保は出るみたいですね。しかも5万5000点持ちからのね、天保を積もってね、神ちゃんね、なんだよ、なんか6000点ぐらいしかなかったからね、ああ、もうぶっ飛んだね。あ、かわいそうにね。いいそうやな、さすがに。まあ、これは。まあこれは追走、まあトンシャね、トンシャどっか引いていただいて、まあ大数詞追走でもいいし、まあ小数詞追走でもいいしって感じやけど、まあ大数詞はちょっときついかな。さすがに厳しめ、さあシャー引いて、まあトン引ければ、まあこれダメだな。まあ小数詞。まあ妥協して小数詞追走かなって感じであるね。うん。さあ、そしてトイメンのトンが打たれる前にシャー泣きたいね。シャーないで。まあ、でも、トン引かれ、ああ、さ、トン打たれた、トン打たれたか。ってことは、まあ、シャーペーね、まあ、ズバズバッと引いてもらわないといけないんですけど。さあ、ペー引いて、シャー、さ、止めて。さあ、その止めたことによって、大丈夫かさあ、それ止めて、大丈夫かあれ大丈夫かあれ、順番間違えたら大変なことになるよ。それ、ポンして。ああ、やばい。やばい。ああ、間違えた。ああ、順番間違えた。間違えたな。トンから切ったら平らやけどね。やっぱりね、その順番間違いがね、ほんと命取りになっちゃうからね。普通に強いですかね。まあ、ペー抜いてやな。まあ、ペー抜いて。まあ、染めはないです。ああ、もう、めちゃめちゃいいとこ入って。もう、これはリーチやな。さすがにリーチ。ただ、ああ、そう、トイミン缶入りまして。さあ、トイミン缶、チュンの缶が入りまして。まあ、そうですね。こっちが、まあ、ジャントー、ああ、まあ、リーチやね、次ね。まあ、さすがに次リーチやな、もうな。まあ、速やかに3ピン。ああ、もう強すぎる。強すぎ。ああ、まあ、これ1数ピン。まあ、相当強いね。5枚あるからね。お前あるんで、まあ、速やかに上がるだけではありますけどね。まあ、トイミンが瞬間入りまして、まあ、今のところリーチドラ、なんぼ ?1、2、3、4、5? リーチドラ 5? まあ、跳ねまんすかね。跳ねまん。さあ、残り4枚。そうですね。まあ、トイミンが、ま、ちょっと押し返せるかな、ぐらいですかね。で、まあ、そうですね。一スピン、まあ、下茶が、ま、一スピン打つのかどうか問題ですよね。あれね、染めてるんやったら出ますけど。まあ、リーチ入ってるんでね。まあまあ、そんな無理はしないとは思うんですけど。どう、まあ、特にもう何も言うことがないので。まあ、なんかね、なんかしてほしいですけどね。なんか、まあ、積もるか何か。積もるか出すかしてほしいんですけど。あ、さ、はい、あ、さ、テンパ、さ、トイメもテンパ、さ、あ、トイメ
トイメンか。さあトイメンが酸素です。あでも酸素ないわ。酸素ない。酸素ないからこれ無理ですね。あの下茶が筋で酸素を打つしかないんですけど、まあ、それがまあ一数ピンがまあどうかな。一数ピンまあまあまだまだゴロゴロいるんで、まあさすがに一数ピンが勝ちかな。まあさあでもああさあちょっと待って。さあ、集まりました。リーチつも、ドラ1、2、3、4、5で、あ、ほら、8! ちゃんとね、あの、貫通部分が乗るんですよね。はい、金の間、さあさあさあ、酸素待ちが、残り2枚、自分の手で掴まなきゃね。うん、しかもラスベなんよ、これね。ラスベのチーホ、いっちゃん気持ちいいから。あもちろんこれラスベから、まあ、何着になったかというとですね、はい、ラスベから、まあ、もちろんね、まあ、1位もぶち抜いたので、まあ、もう余裕のトップですね。はい、はい、ターチャの役満を食らってみようのコーナーなんですけれども、まあ、下茶でしょうね、おそらくね。まあ、おそらく下茶じゃない。あ、でもなんでちょっと警戒しなあかんか。うん、もうなんでできてるからね。さあ、ああ、いや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 。あーなんで、いやもうそのね、もう2巡目で酷使言われる。いやもうさすがに無理なんよ。かなり強いですね。もうね、初ポンして初ドラさんでいいからね。まあでもトイトイもね、いけそうなんで。うん、普通に手、だからもう普通に手を進めていくだけで勝てる。しかも親やし、あーさあウーピンカーありまして、あーさあ乗りまして。さあ乗りまして、さあドラ6、普通に初ドラ6ある。まあだからもうあとはもう手なりで、まあ、初なければね、初なけるかまあトイトイにするかでもう終わりやね。うん、あーさあポンありまして、まあこれトイトイやね。まあ役はないので、役はないので、まあ、これで、ま、無理やり取って、あーさあ、リーチ入りまして、さあ、何それ。何それ、ローピンチーピン、え、ないえローピンチーピン、んなんか、んゴミカスリーチゴミカスリーチかあ残り1枚しかないんですけど。さあ、それで、イーソー短期になりました。なんやかんやで言いそうだけど、これ、ああ、強いで、初これ、初、トイトイ、ドラ6、ああ、さあ、トイメンリーチさあ、トイメンリーチさあ、何いっそっそ、振り手いや、ちょ、待って。いっそっそ、振り手の時は何の間が確認、友人戦なるほど。なんで振り手やねん、それ。さあ、でも、イーソーは2枚いますね。まあ、イーソー積もれればね、ありがたいところではありますが、今、ああ、乗ってるちょ、なんかドラ乗っているああ、さあ、バズを戻していや、バズを関して、バズああ、乗ってるドラ 14! ちょ、ちょ、重14。うん、重14乗ってるんだよ。あとはイーソーおいあとはイーソー積もるだけと思ったら積もれた。あ重14ですね。そんな、いやもうドラもう爆乗りや。